今日は今から、マンダレで有名な白いパゴダ行ってきます。でというわけで今船着き場におります。ここがチケット売り場です。無事にバスのチケットを買いました。バスやね、船や。ちなみにこちらです。映ってるかな。1人5000チャット、1人5000チャットなんで400円ぐらい。そうで2人で1万チャットぐらいです。あ、5000チャットが350円か。まあ意外とツーリスト価格っていう感じですね。まあ、ここの場所概要欄に Google マップの URL 貼っておきますので、後ほど参考にしてください。ちなみに船着き場のこんな感じです。おばはんが一人ここにおります。ちなみにここの船着き場までは僕はグラブ使ってきました。片道2500チャット、街中からですね。まあ2500チャットぐらい出せば船着き場、普通にタクシー、まあ、僕はトゥクトゥク使いましたけど、トゥクトゥクで来れます。はい、9時になりました。ちなみに白いパゴダに行く船は9時出発です。めっちゃ人並んでますね。ほぼ全員観光客です。じゃあ乗る船はあれっぽいですね。あれ渡り方結構雑なんです。確かに橋結構細いな。こんな感じの橋渡りました。これ普通の観光船やな、これ。めっちゃVIPやん、この席とか。これはアルファだよ。あ、なるほどな。席ないね。そこでいいんじゃない？あ、隣の船やった。確かに。なんか上の席全部埋まってて、座りたいなと思ったら一回空いてるよって言われて一回空いたらこんな感じでした。しかもあのこの右側がトイレです。なんで全然移動中トイレは行けますね。この場半先トイレ行ってました。あれどれ、あれこれ、やばい、殺される。怒られた。船に乗ってそろそろ1時間が経ちます。多分そろそろ着くかなといった感じです。10時7分、どうやら船着き場着いたようです。そろそろ降りますかね。もうあと 2,3 分もすれば、あの船は、まあ、止まって降りることができるかと思います。無事に着きました。今から船降ります。さっきここ行くか。なんかあの流れについていけへんちゃん。船を降りたらタクシーの勧誘がたくさん来ます。の さあ行きましょう。船着き場からあの白いパゴダまではだいたい1キロぐらいです。あの船の周辺タクシーめっちゃ待ち構えてますけど、まあ1キロぐらいだったら歩いてもいいのではないでしょうか。5キロまで徒歩圏内。このおばはんは5キロまで徒歩圏内って言ってます。ちなみに僕は 500m でもバイクタクシー使います。はい、ナンダウギーパコダっていうのかな。ここでまたなんか
お寺の入場料みたいなのを払う必要があるそうです。いくらやろ。入場料、1人5000チャットです。これ払うとこのチケットがもらえます。というわけで船代が5000チャット、それから入場料5000チャットだから、それだけで1万チャットだね。まあ1万チャットって言ったら約700円です。なんかめっちゃでっけえ建物がある。建物つかあれは何、パゴダでもないな、遺跡か。とりあえず白いパゴダに向かいます。ちなみに右もなんかでかいのあります。何これ。さあそろそろあの有名な白いパゴダに着きそうです。ちなみにですが、今10月下旬、あ11月上旬か、めちゃくちゃ暑いです。汗が吹き出るぐらい暑いです。はい、着きました。まあ10分ぐらい歩いたかな。ミャテインダンパコダっていうのかな。はい、ちなみにここでもまた靴を脱ぎます。なんかあれやな、インスタ映えでよく見るやつやな。うん、確かに綺麗。おお。なかなかいい感じの景色ですね。あ、とりあえず行こうぜ、上まで。はい、こちらの白いパゴダ見納めです。こちらでかい鐘で有名なところです。入れるみたい。わあすげえ、なんかいろいろ書いてる。何これ。こんな感じで文字書いてますね。なんか次この遺跡上登ってみます。なんか階段全部裸足で登るみたいです。パフトゥダウギパゴダ。パフトゥダウギパゴダ。ここでも裸足です。めちゃ暑い。結構シャレにならないぐらい暑いね。ひとたたき500万円の金をつきますね。ひとたたき500万。500万、200、1000万、1500万。
暑い。ここも裸足で歩いてます。靴履いちゃいけないそうで暑いです。ここから先は柵で行けません。上からの景色がまあまあ綺麗やな。川とか見えるし。なんかエビせんみたいなのを売ってたんで買ってみました。こんな感じかな。軽く塩が効いててうまい。これ塩入ってるの元から塩味なのかな、わからない、エビセンスね、うまい。というわけで今から、船乗ってマンダレーの街中に戻ります。暑いです。お先行くわ。出発しました。お姉さん疲れてます。お姉さんが疲れてます。暑い。あ、風ちょっと来た。いいね。走り出すと風が入るから結構涼しい感じ。止まってると暑い。おばはん何しろ。何分経ったかちょっと忘れましたけど、まだ全然着かないですね。今からグラブ読んで宿に戻ります。というわけで、無事に白いパゴダ行けました。おめでとう。そう、ちなみに9時に、ここ船乗って向こうに10時ぐらいに着いて、帰りは12時半に船乗って帰ってきたの1時半です。向こうの滞在時間は何時間？2時間ぐらいか。2時間ぐらい滞在してました。まあ2時間だったら十分観光できると思います。というわけで最後までいただいてありがとうございました。